どうも皆さんこんにちは。ポケモンカフェミックス続きプレイしていきましょう。7月の9日木曜日です。パーティータイムの方も終了です。ヒバニーの仲良し度がアップ。メガホンが多く出現するようになった。オーダー111いきましょう。角砂糖6にトマトが8。あ、でロートもあるんですね。これどことどこがつながってるんだろう。最終的には真ん中のバスケットにトマトを入れないといけないので、そう考えると真ん中のロートの出口は右に繋がってんのかな。だとしたらまずこの角砂糖は壊したいですね。あー、左下と右上が繋がってるっぽいです。なるほどなるほど。でこれも壊して、でさらに壊して、これでいいのかな。次真ん中でしょうか。いや、なんか左側を動かした方が良さそう。うわ、なんかたくさん落ちてきた。あー、ちょっとスキルが右に移動しちゃったんですけど。ポケモンが移動するのはいいですけど、スキルとかギミックが移動するとちょっと厄介かもしれませんね。じゃあ自力で壊しますか、角砂糖は。あ、真ん中に来た。スキルで角砂糖を全部壊す。あとトマト4ですね。すごいですねこれ。どうしよう、とりあえずトマト2個入れてしまって、あとトマトが2ですけど、まだ1個しか落ちてきていない。まあでもあとはもう真ん中を揃えていけば勝手に落ちてくるような感じでしょうか。なんとも言えないところ。あー、落ちてきた落ちてきた。あとは左上のトマトを真ん中に持っていくために、押し込んでいきます。あ、落ちた落ちた落ちた。 OKOKOK。 で、なんか違う。あれ、落ちてこなくなっちゃった。こっちやった方がいいのかな。あーってまだ完全には理解してないんですけども、なんとなく入り口から入るには出口側が開いていないとうまく通ってくれないようにも見えますね。OK、 一手残しでクリアできました。
チラミの仲良し度がアップ。つかめる時間が増えた。ムーランドと一かけ仲良しチャンスですね。オーダー112、失敗して仲良しチャンスは逃しました。よく考えないとちょっと難しいかもしれません。野菜25が地味に厄介ですね。だスコアも6万と結構高いので、しっかりポケモンマッチングさせつつの、まずは炭酸解除。でも野菜にも隣接させないといけなくて、これぐちゃぐちゃにかき混ぜても良くないのかもしれませんね。よし、炭酸は上の方は解除できました。ここはスキルである程度まとめて消して、さあこっからはキャラメルはよりも野菜の方が大事かも。かき混ぜて野菜に隣接させて、いやーでも難しいな。これスキルでやるよりも隣接させた方がいいような気がするんですよね。あと11か。なんかかき混ぜればキャラメルはうまく隣接して消えそうな感じはあるので、野菜あと8。一旦につき3個消せば OK。 あ、待って、キャラメルもまだ1個炭酸かかってますね。大丈夫かな。どうしようかな。スキル合体させて、あと野菜に。よし、これでもう一個スキルがあるんで、いけました。ゼロ手残し。プリン初来店。オーダー113です。氷、それから角砂糖、マシュマロボトルが10個ずつ。なるほど、先に氷の解除した方がいいのかな。どうでしょう。氷、あー全部解除できなかった。ここはマシュマロボトルを優先していきつつ、手数が少ない気がしますね。本当は下消したいですけど、上が詰まっちゃってるのもあるんですよね。でも下消しましょう。あと3。どうしようかな。数が多いゼニガメにして、
マシュマロボトルは隣接して消す。で、チラーミーを揃えてマシュマロボトル右側を消す。で、スキルができるので角砂糖をまとめて消してクリア。オーダー114です。蜂蜜16、トマトが2で、チーズもあると。これはどこをまず消していくのがいいんだろう。バスケットのところにある蜂蜜は最優先で消していった方がいいかなと思われますので、まあ、こんな感じでしょうかね。まずはで続けて、どうなんだろう。こっち迷っちゃった。うん、でもだいぶポケモンは降りてくるようになりましたね。トマトを入れるのはそんな大変な配置ではなさそうです。ここは隣接少しでもさせて蜂蜜を消していって、これも同じですね。チラーミー揃えて、あー詰まっちゃった。まあ OKOKOK でスキルで消して、あとはトマト入れるだけですね。1個は入る。うん、でもう1個、 OK。 あとはスコアだけ、4点残し。オーダー115です。ホイップ9、ナッツ6、かぼちゃが7。あ、ロートもあるのか。移動しちゃってる。スキルでかぼちゃを半分に割って、でスキル貯めるときはなるべくホイップを囲んでいって壊していって、でこのスキルはどうしようかな。かぼちゃをとナッツをなるべく多めにでしょうかね。ホイップはほとんど消えましたね。次はチラーミーで、よし、ホイップはほぼほぼあと1個だけ。スキル使うタイミングをどうしましょう。ちょっとバラバラ感もありますんで、一旦ここはブルーにして、
スキルで右側から あとはナッツと、あれ、かぼちゃ2個？あ、本当だ、まだあった。で、メガホン、あー、これ動いちゃうかな。はい、オッケー、2手残しでした。はい、では今回はここまでにしたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。